北韓のキム・ソン国連大使は韓国とアメリカの合同軍事演習について韓半島を戦争状況に追い込んでいると批判しましたキム大使は26日アメリカ・ニューヨークの国連本部で国連総会の一般討論演説に臨み韓半島周辺の会場で26日から始まった韓米合同軍事演習は 韓半島をを戦争状況に追いい込み極めてて深刻な危険をもたらししると非難しま,したまた北韓が核兵器の先制使用を法制化したことについては原因はすべてアメリカにあるとしてアメリカの過去30年間にわたる敵対政策が原因だと述べました特に先週行われたバイデン大統領の一般討論演説で 北韓が国連制裁を露骨に違反していると述べたことに言及しアメリカが一方的に作り上げた国連制裁を認めたこともなければ今後も認めることはないと語りましたさらに北韓に対する制裁を議論する国連安全保障理事会についても内政干渉だと批判しました北韓は去年の演説では 北韓に対するダブルスタンダードを撤回すれば対話に臨む可能性はあるとして融和的な姿勢を示しましたが今年の演説は支終強硬路線がはっきりとしていました。